お姉様のパパかっこいい。まさかここの息子やったんってなるよね絶対。落ち着け。これまでのあらすじ。仲間を探す旅の途中、シルビアのヨダスケパレードと出会ったエナたちはフチャラオ村を訪れる。一行は村の人々を騙し、大切なものを奪っていった魔王の手下フールフールを倒し、村を救うとともにバハトラとチェロンという親子のわだかまりを解消する。村が救われ、魔王を倒すたびに再び加わりたいというシルビアだが、その前に信頼できる人のもとにパレードの仲間たちを預けたいと一行に話す。シルビアはアイナに一緒に来るように頼み込むと、パレードの仲間たちに伝えるため村の外へ出ていく。シルビアはヨダスケパレードの解散を宣言すると、仲間たちを預ける信頼できる人物が十数年会っていない父ジエゴだと明かす。そうして旅立ったシルビア一行を追い、アイナたちはシルビアの故郷ソルティコの町へ向かうのであった。よくお戻りになられましたアイナ。アイナに我らが神の子がありますように。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで、今回あれか、ソルティコに行けばいいよね。ソルティコの町やね。ソルティコの町どこからどう行くんだ。ソルティコ、名前近いし、ソルティアの海岸通って行けばいいんかな。あー、とった。ソルティアの海岸にあるソルティコの町へ向かおう。ソルティアの海岸にあるんやね。なるほど。よし、じゃあ向かうか。とりあえずなんか地図の右方向向いていけばいいんやろ。馬が欲しいんやけど、馬ちょっと一瞬キャンプのところにあったかなと思ったけど、金のマークがないけんなかったってことか。へえ、移動が遅い。あれか、あ、違った。この辺ダッシュボタンやったかなって思ったけど、なんか回転したわ無駄に。ダッシュボタンとかなかったんやっけ。これ違う、ないわ。ないわ。なんか一人だけ延々と手振り続けるのめっちゃ恥ずかしくない。もう後ろにもおらんし、せめてパレードが追ってくれるんならね。まだいいんやけど、なんか一人だけめっちゃテンション高いやつみたいなね、一人だけノリが違う。あ、それってこの街あったあった。待って、途中で馬拾っていけるわ。拾っていけるわ。よしよし。で、あとずっと下の方に行けばいいだけやね。オッケー。なんか人がおったよ。キャンプ場やけんってことかな。どうも。私はこの先の崩れた谷を越えてきたのだが、落ちた大樹から距離が近いこともあって、西側の荒れ果て用はひどいものだったよ。その上、不気味な格好の人たちがゾロゾロと行進する様子も目撃されている。この先に住むなら十分に気をつけるんだな。こんな格好ね、まさしくその不気味な格好をしてるんだけども、私。よし、なんとか。あ、あれなんやね、馬に乗ったら収まるんやね。格好はそのまんまやけど。さすがにあれか、手綱を持たんわけにはいかんか。よし。あれ？あ、びっくりした。思ったよりめちゃくちゃ近いと思ったけど。え、誰？え、通れない？胎児が落ちた衝撃で崖崩れが起こっちまって、それでこの町への道が塞がったんだが、地形が変わったのはそこだけじゃねえ。西アメリチャット地方側では崩れたことで逆に通れるようになってやがった。世界はもうめちゃくちゃだよ。え？旅人さん、それでこの町へ行きたいんなら、東の半島沿いにあるホラー穴を通り抜けて、丘を西へと登っていくといいぜ。あ、なるほど、なるほど。え？なんか水のマークになっとるとこやね。じゃ、こっち側から。でも、あっという間に行けるか。あ、よかった。またメダチャット地方に戻らんといかんのかと思った。ここやろ？オッケー、オッケー。これなんかすごい神秘的な。足元はまだ、ちゃんと水があるんやね。浅瀬っていうだけ？あっという間やん。速攻やん。もうこれはほぼ通れたと一緒やろ、時間的には。びっくりした、なんかと思った。敵か。
多分すぐそこにおるんやないに、さっきのおじさん。待って、ここどこ？なんかお城じゃね、これ。え？あ、違うな。こっちか。あ、ここでいいんか。お城じゃないんや、これ。ただの橋の門？え、でかすぎん？え、なんか意味あるんかな、こんなでかくて。ね、私はいつまでこの格好なのでしょうか。来た来た。え、もしかして後ろまだおった？え、先に出発したんじゃなかった？ね、この街には二度と来るまいと思ってたのに。まさか。え、でもあれよね。こんな風に移動中にこの音楽鳴ってなかったってことはおらんかったってことよね。あれがパパのお屋敷よ。だけどちょっと心の準備をしたいから先に行ってて。了解。どうした？アリスちゃんと。向こうに見える大きな建物がパパの屋敷よ。ちょっと心の準備をしたいから、アイナちゃん、パパのところへ行ってて。パパ呼びなんよね、かわいい。いやー、ここが姉さんの故郷でですか。まるでシルビア姉さんの澄んだ心のように美しい街でガス。足は感慨深いです。めっちゃ綺麗なとこよね、外国って感じがする。まあ、全体的に別に日本なわけじゃないんやけどね。信念を決して曲げず、国に忠実を尽くす。弱きを助け、強きをくじく。どんな逆境にあっても正々堂々と立ち向かう。これぞ騎士道3の誓い。真の騎士であるならば、いかなる時もこれらの誓いを忘れてはいかんのじゃ。てかあれじゃない、あんだけでっかい屋敷のねえ、え、町の偉い人やったよね。やったらさ、町の人はみんな知ったやないし、みたいなこと。どこにおってもわかるんやない。どうした？え？私実はこの町の出身なの。何も言わずにパレードに参加しちゃったから家族を心配させてるかもしれないわ。マジで？おまけに以前と格好も変わっちゃったし、家族はちゃんと私だって分かってくれるかしら。あ、帰ってきちゃった。じゃあ別にこの人はあれ、まあ受け入れられるかどうかは別として、別としたらいかんか、まあ、分からんけど、まあシルビアのとこに行かんでも実家に帰ればいいだけって感じ、あの人は。何この街綺麗だわ。さすがお姉様の故郷ね。同じとこ出身やったってめっちゃ嬉しいんやね、あの人。一般の人やった、ここ。なんですかこの人たちは。とうとうこの世もおしまいですか。違うよ、世直しなんだよ。お姉様の故郷に着いたわ。なんかあそこにも人おる。見張り？ん？あっちにもおるな。なんだあのド派手な連中は。もしかして西側で行進してたという噂の悪魔めいた集団か。でも見た目こそド派手だけど、意外と普通の人間に見えるな。もう少し凶悪な感じかと思っていたよ。悪魔じゃないよ、悪魔じゃ。正反対の行いをしてきたんだよ。びっくりしたあの妙な連中をこの町に入れてしまったが、出て行ってもらうよう言うべきだろうか。そんなんで大丈夫なん？護衛。そんなんじゃよ、ダメじゃない？見張りの意味よ。彼ら、一体何者だかは知らないが、なんだかとっても楽しそうだな。少なくとも悪そうには見えないね。めちゃくちゃ腰引けてない？二人とも。どんだけやねん。そんなビビらなくてもね。あれ、上にも人が立っとる、あれ。火のとこ。へえ、細かいね。でも多分あそこには行けんのやろ？デザインとしてのって感じかな。ちょっとめたい発言やけど。うわぁ、もうなんか、なぜ街中に広がる。自由だな。もう、プチャロー村に続いて、なんだかこの街のみんなも元気ないわね。私たちが笑顔を取り戻さなくっちゃ。めっちゃ指さされてるけど。何をこの人たち、もしかして西の地を更新したっていう？だとしたら噂は本当だったのね。でも噂は、じゃない、でも確かに不思議な格好をしてるけど、広まっていた噂とは違って、そんなに悪い人たちには見えないわ。でもめちゃくちゃ有名な噂やったんやね。広がりすぎじゃない？こいつらだよ。西の地で踊りながら行進していた連中は、俺の目は正しかったんだ。な。なんで踊ってただけでそんなに言われるの？まあね、特殊な感じには見えるけど、不気味にも見えるんかな、こういう世界やったら。お姉様の故郷に来られるだなんて、なんだか最高の気分よ。自然と心も体も踊り出しちゃうわ。
ずっと踊ってるじゃねえか。私もだけども、ついにこの町にも魔物たちが攻め込んできたのかと勘違いしてまったが、なんだか様子が違うみたいだな。しかし不思議だな、こうやってずっと見ていたらだんだん楽しくなってきた気がするよ。でもすんごい表情硬いし、なんか険しい顔になってますけどね。愉快な音楽が聞こえたから家を飛び出してきたんですが、この人たち何者なんでしょう。そう話しかけてきてる私もこんな感じなんだけどもね。さあ、私たちヨダスケパレードが来たからにはこの街はどんなことがあっても大丈夫よ。みんな大船に乗った気持ちでいなさい。すごいね、髪の毛もりもりだね。この方々こそ私の救世主ですわ。西の地で魔物に襲われているところを救ってくださったんです。あ、マジで。ちょっとなんか一人ね、他の町の人たちとは違うなと思ったけど、もうすでに助けられた側やったんやね。久しぶりにお目にかかれたけれど、やっぱり刺激的で好きな方たち、さすが救世主様ですわ。こういう髪型ってさ、何やったっけ、ドラクエ3ぐらいにもおらんかった。3やっけ、忘れたけど、バーバラってあんな感じの格好じゃなかった。え、2やっけそれ。めっちゃも腰の回してるやん。大丈夫か。ほら元気出しなさいよ。怖い。ひえへえ、たったの命だけを助けてくれ。いや、命取りそうな連中には見えんやろ。すっごい立派な建物ね。不審者以外の何者でもないけども、ジエゴ様が少しお元気になられて、つい先ほど目覚められたのだ。今ならお会いできるかもしれないぞ。しかしそこの連中は何者だ。一見害はなさそうに見えるが、ジエゴ様に報告すべきだろうか。まあ、こういう小さい町やったら普通にサーカスとかが来たとしてもね、上の人には報告せんといかんのじゃない。不審者じゃなかったとしても、見てかさ、みんな私の格好には触れてくれないのね。え、てかこの格好ってさ、自然と解ける？永遠にこの格好じゃないよね、私。ちょっと不安になってきたんやけど、大丈夫？この服勝手に脱げる？いつまでもこの格好なんやけど。いつ魔王の手下たちがこの街に攻め込んできたっておかしくないだろ？だからこんな時でも訓練を積んでるんだ。僕も一刻も早く強くなって、街のみんなを守れるようになりたいんだ。訓練を休んでる暇なんて少しもないのさ。だから今のこの騒ぎにも気づかないと。え、ここ？あ、違う、こっちか？多分、なんか赤いマークがついてるけん、こっちの方かな。わざわざ入り口から遠い方向に行ってしまってた。お久しぶりです。どうも。今まで伏せてばかりだったジエゴ様が、急に先ほどお目覚めになったのだ。これは町が希望を取り戻す良い兆候だぞ。お、まさかあれじゃない、シルビアの気配を察知。しかし先ほどから外が妙に騒がしい気がするんだが、何かあったのか？ヨダスケパレードが到着しました。なぬ？ヨダスケパレードが来た？よくわからぬが、ヨダスケというからには悪さをする連中ではなそうだな。え、そうですそうです。なんならこの家の息子です。息子と言っていいのかわからんが。え、これは？あっちから入ってきたんよね。入れんやん。どこ？ 2 階？こっち？全然入れん。上かな？あ、ここか。おー、皆様ご無事でしたか。本日ご主人様の体調がよろしいようで、ただいまお目覚めになっております。ご主人様はこちらの部屋におられますので、ぜひともお会いになってくださいまし。きっとお喜びになることでしょう。しかし外が騒がしいようですが、何かあったのでしょうか。家の中まで聞こえてくれって相当じゃない？工事の音とかならわかるけど。どうも。え、起きてる？師匠、グレイグでございます。久方ぶりです。私も膝をついた方がいいのかしら。起きてた。おーおー、グレイグじゃねえか。てめえが修行を終えて町を旅立ってからもう十数年か。近くに来て面見せろ。すごい、なんかもうね、ザ男って感じよね。てめえの活躍は散々聞いてるぜ。ずうたいでけえだけが取り柄だったてめえが、今やデルカダールの英雄様だ。え、でもさ、
自分の息子の評判とかは聞こえてきてないわけ。思ったよりお元気そうで何よりです。名前も全然違うけん、師匠の元で騎士道を教わっていなければ聞こえてきとったとしてもわからんのかな。今の私はありえなかったでしょう。ここを旅立って多くのことがありました。16年前のユグノアの悲劇に始まり、先日の16年前のユグノアの悲劇っていうのがあれか、そして今や魔王が、あの誰やった、老おじいちゃんが追体験したあれか。追体験どころじゃなかったのか。そういえばシルビアはどうしたのか。最終的にはあれ、私は師匠と話しているから体験してない、ちょっと様子を見てきてくれないか。やったんかな。またあそこに戻るの。家の前まで来てくれとるとかない。おう、聞いたぜユウシさんよ。おめえさんグレイグと旅してんだってな。ここに来るまで随分と苦労したろ。まあすっかりしけた街だけどよ、ゆっくり休んでいってくれや。了解です。大怪我をされてからというもの、長い間寝込んでいらしたご主人様が急に目覚めてお元気になられたの。あんな風に話すご主人様は久しぶりよ。教え子のグレイグ様がいらしたことがよっぽど嬉しかったのね。でもあれでしょ来る前から目覚めとったんやろ。やっぱり気配を察知したか。やとしたらグレイグもそうやけど、シルビアの気配が。グレイグ様に会われてご主人様も大変嬉しそうです。あんなにもお元気な様子を見るのは久しぶりですよ。ご主人様の幸せは我が至上の喜びです。これをきっかけにご主人様のお体も解放に向かっていくというのですが、どうかな。ちょっと次に連れてくる人はちょっと刺激が強すぎるかもしれんけど大丈夫。ショック死とかしてしまわん。なんと将軍グレイグ様がご主人様を訪れているそうじゃないか。16年前のユグノアの悲劇の時はお世話になったよ。グレイグ様が訪れたことを機にご主人様が元気になられれば町のみんなも希望を取り戻せるんだがな。まああれよね。これあれか、怪我だけ、病気なわけではないんかな。大怪我、まあ、怪我やったらあれか。病気やったらね、病は気からって言うけど、やっぱ精神的なものって大事って思うけど、怪我なら関係ないかな。そこはもうあれ、自然に治っていってもらわんとね。騒がしいなあ。さ、シルビアまだそこにいるのかい。あれ、おらんやん。どこ行った。おう、アイラの旦那、シルビア姉さんにだけしたら長い階段を降りて海の方へ向かって行ったらですよ。どうもらしくない深刻な様子でしたが、姉さん一体どうしたんでしょうね。旦那、様子を見に行ってくれねえでげすか。まあどうしたもこうしたもね、故郷って言うんやけん何かしらあるとは思うやろう。一般的な人ではないんやけん。どうした、私たちを精一杯応援するわよ。やめてあげて、なんかかわいそう。キャー、着いたわよ、お姉様の故郷を恐れていこう。そう、あれ、どんどんどん。ちょっと隊列を乱してしまった、ごめんね。困ってる人たちを助けてあげましょう。めっちゃなんか囲まれてる。天使たちがわしの周りを回っとる。いよいよわしにもお迎えが来たか。ふがふが。怯えとんかと思ったけど、天使に見えてるのね。それは可愛く見えてるということでいいのか、それとも死が迫ってきたっていう恐怖という方なのか。やっぱりあれかな。めちゃくちゃ目立つけど、これですよね。ですよね。ほら、行くよ。あ、そっか、私を探しに来てくれたのね。うんうん、今ちょうどね、グレイグが雑談中。私、あなたと再会できたらウルノーガと戦うって心に決めてたの。だけどパレードのみんなを預けるためにパパと会う決心がなかなかつかなかったの。あのプチャラオ村の親子を見るまでは。話し合えば分かり合える。なるほどね、あれでちょっと響いたんやね。そう覚悟を決めてここまで来たんだけど、やっぱりパパと会うのが怖くてね。どんなになってもね、結局は親子やけん。私がこの町の出身だって話したことあったかしら。わからん。ストーリー上あったんかどうかは覚えてない。そう、グレイグが言ったんだね。ただ前回もプレイしとったけん、聞いての通り、それは覚えとる。私は子供の頃から騎士になるべく徹底的に鍛え上げられた。本人から直接はまだ聞いてなかったよね、ストーリー上。だから私はずっとこの町で
騎士として生きていくものだと思ってた。そんな時だったわ、サーカス団が来たのは。ずっとこの町で騎士として生きていっとったとしたら、そのサーカスのショーとにかく面白くって、不思議と体の中から力が湧いてくるの。サーカスは別に関係ないよね。私はサーカスのパワーに魅せられたのそして私は確信したわ、笑顔は人を強くする、私の騎士道はこれだってね。いても立ってもいられなくなって、今の私に必要なのは旅芸人の修行だって。そのさ、パパに打ち明けたら、当然のように反対されて。シルビアも見てみたいんやけどその時言ってやったのよ。だってグレイグもすぐには気づかんかったってことは、みんなを笑顔にできるような私にしかできない騎士道を極めてやる。きっと気になる。それまで絶対に帰らないめっちゃ気になる。で、屋敷が壊れるくらいパパと大喧嘩して、私はこの町を飛び出したってわけ。あー、短歌切って出て行ったんや。ね、でも今回人助けのために仕方なく寄ったけん。しちゃったわね。ね、それはしょうがないんじゃないかな。でも、あなたとお話してたら、帰ってきたわけではないもんね。なんだか勇気が湧いてきたわ。まだこっから出ていくわけやけん。よし、パパに会いに行きましょう。よし、行くか。いやー、派手な二人でもなんか主人公の方が毛先が丸っとなっとる気がするね、内側に丸ってなっとる気がするよ。こっちか。オッケーオッケー。わかる？この格好でシルビア。おお、そこにいるのは先ほどのド派手な羽の男。ここから先はジエゴ様のお屋敷。ご主人様は寛大だから入っても構わんが、くれぐれも粗相のないようにな。こんな変わった格好の人間が入っても構わん。大丈夫な、本当に。ちょっとなんか警備もうちょっと気合い入れた方がいいんじゃない？そんなことないの？ね、普通やったらね。あれ、さっきの男の人がいなくなっている。上に上がったかな。覆った。盗み聞きですか。おい、何者ださこの羽の男。さてはクセ者か。今すぐにこの屋敷から立ち去るがよい。久しぶりね、ゴンザレス。臆病者のあなたが屋敷の護衛役なんて、随分出世したじゃない。ゴンザレス、名前。貴様、どうして私の名前を。相変わらずネズミありがてなの。たわしと間違えてネズミを使わないときが一番傑作だったわね。どういう状況何、たわしと並んでネズミがおったってこと？ちょっとよくわからんねえけど。そんな、まさか。そうよ、驚いた？ゴリアテ様、まさかお帰りになる時が来るとは、お懐かしゅうございます。今まで屋敷を開けていてごめんね。ねえ、ゴンザレス、屋敷を見て回ってもいいわよね。お互いにちょっと名前の圧がすごい。もちろんです、ゴリアテ様。どうぞごゆっくりなさってください。いや、でもそういうのは、ね、主人に許可を取らんといかんのじゃない？だって短歌聞いて出て行ったってことは、大喧嘩したことを周りは知っとるわけやけんさ。ゴリアテ様は少年の頃から滅法強くて、私の方が年上だというのに、稽古で何度もコテンパンにされたもんです。そのゴリアテ様にこうしてまた会えるとは、夢にも思えませんでした。あの頃のことも、今となってはいい思い出ですよ。ぜひともジエゴ様やセザール殿にもお会いになってください。セザールって誰だ？ん？あの羊みたいな人？あ。おお、ついに来てしまった。あ、さすがに親はわかるかな。別に整形してるわけじゃないんやろ。パパ、ただいま。誰だてめえ。てめえは。元からパパ呼びなんかな。我が息子ゴリアテ。パパになった。どうすら下げて帰ってきやがったひぃー、ごめんなさい。しっかりして。めちゃくちゃ怒ってらっしゃるけども。おい、ゴリアテ、てめえ何か勘違いしてねえか。え、別に怒っとったわけじゃないってこと。てめえの騎士道ってやつで
世界中を笑顔にできたのか。まだ目標を達成してないのに帰ってきやがってってこと。まあ、でもまだ途中やけんね、道のりの。いえ、まだです。めっちゃ土足で布団の上に。だったらなぜ帰ってきやがった。立ってるけど。てめえは大口叩いて出て行った。なのに夢を果たさぬままよくも抜け抜けと。そんな風にてめえを育てた覚えはねえぞ。まあまあ、とりあえず落ち着いて話を聞いて。パパ、まさかそれって何。へえ、ちっきちゃん、こんな体でなけりゃてめえをぶん殴ってたところが。この怪我は一体何で負った怪我なの。ありがとうパパ、ずっと私のことを認めてくれてたのね。あ、まあ、今回のその世界中がどうのこうのとかいうあの騒動の。私確かに夢半ばのまま帰ってきちゃったけど、それには理由があるの。魔王か。そう。お、ちゃんと話を聞いてくれる。偉いね。人は心の底から笑えないの。頭ごなしじゃね。だから私、魔王を倒す。そして明るい世界を取り戻して、今度こそ夢を叶えてみせるわ。まあめちゃくちゃな見た目しとってもちゃんと強いけんね。やけんこそ成り立つことやけどね。てめえまたどでかいこと言いやがったな。面白い、やってみやがれ。ええ、必ず。騎士に二言はないわ。それで実はパパにお願いがあってきたの。魔王を倒すまで私の仲間たちを預かってほしい。そして私の代わりにみんなの中心になって導いてほしいの。導くというのは一体何をどう導くんやろ。そんなもんお安い御用よ。困ってる人を助けるのが騎士道ってもんだ。めちゃくちゃ人数多いんすけどね、大丈夫か。パパ本当。おうよ、ドーンと引き受けてやら。騎士に二言はねえ。かっこいいけども。キャーパパー、ありがとう。おう、それじゃみんなパパに挨拶なさい。あ、でもさすがに全員おねえとは思ってないか。人数以前に。てかみんな何ゾロゾロついてきとったってこと。屋敷にめっちゃ、うわ怖い。どこにおっても聞こえるとかそういうこと。キャー、綺麗なお部屋、素敵。あの、この町出身って言った人はどうなったんやろ。どの人かわからんけど。おい、ゴリアテ、こいつは一体どういうことだ。てか、まずこのふざけた格好一切触れてないけど。この格好なんで受け入れたん。はい、パパ、これを着てね。導いてあげてっていうのはもうなんか本当にそのまんまシルビアと同じ役目をしてくれってこと。おいおい、な、何しやがんだい。あ、怪我人に。で、自分のやつを着せたわけでもなく、きっちりそのまんま同じことがあるんやね。だって私の代わりにみんなの中心になってくれるって言ったじゃない。そんなふざけた格好をしなくても良いのでは。死に言はないんでしょ。そういうこと。みんな楽しそうだな。一人すんごい不満げやけど、まあなんだ、乗りかかった船だ。この妙な奴らはドーンと俺に任せとけ。安心して魔王をぶっ倒してくるんだな。ええ、必ず。魔王をぶっ倒して世界中に明るい笑顔を取り戻してみせるわ。相変わらず威勢だけは一丁前だな。魔王を倒したら絶対に帰ってこいよ。てめえには言うことがごまんとあるからな。なんかあれよね、すごい特殊な性癖を持った人みたいな。なんかお好きなものがすごい人らばっかりみたいな感じなんやけど。
お姉様ったらこんな立派で素敵なお屋敷で生まれ育ったのね。道理で身の振る舞いが優雅なわけだわ。わあ、お姉様のお父様素敵。おときがあってとっても頼れそうだし、こんな風にお会いできるなんて感無量だわ。もうみんな完璧に目覚めてんだな。お姉様とパパは十数年ぶりに再会したのに、そんな年月を感じさせない様子よね。親子の心の絆ってそういうものなのかしら。まあでも、そんなもんなんか。もうちょっとなんかね、感動的な再会でもいいのでは。どこの馬の骨とも知れない私たちを心よく迎え入れてくれならなんて、パパったらなんて懐が深いのかしら。さすがにこの町出身の人はパパとは呼べんかな。なんか二人冷静な人たちがおるけど。このお部屋踊れるくらいに広いわよ。ダンスでパパを元気づけられるわ。お姉様のためにも私頑張るわ。そろそろ私は普通の格好になりたいんだが。パパったら衣装似合ってるじゃない。さすがお姉様のパパ、着こなし方も一流でとってもラブリーだわ。一流なのか。いや、わからん。怖い。ああ、ゴリアーテ坊ちゃん、もう少しゆっくりされてもいいのに、すぐに食べられてしまうんですね。セザール、あなたには苦労をかけてばかりね。あ、やっぱりこれがセザールなんやね。魔王は私が絶対に倒してくるから、それまでパパのこと支えてあげてね。え、もちろんです。魔王討伐の暁には必ずやここへお帰りになってくださいまし。私はずっと坊ちゃんのジーヤですぞ。そんな二人揃ってこっち見られても。いや、まあでも今回ね、誤解やったってことが分かって、普通に認めてくれとることが分かったんやけん、今度からは普通に帰ってくれるんじゃない。ご主人様のご子息ゴリアテ様が十数年ぶりに不思議な姿で帰られて、さらにたくさんのお友達もやってきて、状況を理解しきれていないけど、ジエゴ様も元気になったようだし、これで一件落着ってことよね、きっと。まあこの子は若いけんあれか。まあその出て行った息子のこととかは全然、息子がおるってことは知っとったかもしれんけど、どこでどうしとるとかは全然分かってなかった感じかな。あれ、ゴンザレスは？うわ、なんか下にもいっぱいおる。あ、ゴリアテ様、これは何事でしょうか。この屋敷で預かってもらうことになった私の大切な仲間たちよ。ゴンザレス、これから仲良くしてあげてね。そうなんですか。詳しい事情は存じ上げませんが、この者たちは私たちにお任せください。じゃあまあ、適当な扱いはしないように。玄関だけで私の家の100倍の広さよ。お客さんのお出迎えで筋肉痛よ。玄関だけで100倍ないやろ、どんだけ小さいんよ。いや、全体ってことやろ。そんなんではないやろ。上に押しかけてきとったメンバー以外にもいっぱいおるね。ねえねえボス、この絵の女性の方誰かしら。まるでお姉様みたいに素敵な方ね。母親とかじゃない。肖像画が飾られている。そんだけしか説明はないんすね。もう母親死んどんかな。このお屋敷追いかけっこできるほど広いわよ。ダンスのスペースも十分にありそうだし、ここなら毎日退屈しなそうね。まあ、別に毎日家の中にずっとおるわけじゃないやろ。外に出られても困るんかもしれんけど。いよいよお姉様とお別れなのね。信じたくはないけれど、魔王を倒せるのはお姉様くらいだもの。応援するわ。めちゃくちゃ悲しそう。大丈夫よ。みんなめちゃくちゃ悲しんどる。この世の終わりぐらいから死んどるやん。大丈夫？もう。みんな、いいわね。パパの言うことちゃんと聞くのよ。お姉様、行かないで。やっぱりお別れなんて嫌よ。永遠の別れじゃないけん大丈夫よ。私だってみんなとお別れするのはとっても悲しいわ。だけどみんなの笑顔を奪う魔王ちゃんを倒さなくちゃ。それまでの短いお別れ。まあでもまだね、仲間全然集まってないけん結構かかりそうな気がするけど。たとえどんなに遠く離れようと、私たちずっと仲間よ。
もうあの老じいちゃんの死んだ目。お姉様、困った時はいつでも呼んでね。私たち、周りめっちゃピタッと止まってる。どこであろうと駆けつけるから。シルビアはアイラとの連携技、仲間指が使えるようになった。え、マジで呼べるってこと？マジで？すげえな、飛んでくる。バイバイみんな。めちゃくちゃ送り出されるけど、何、私のわがままに付き合ってくれて本当にありがとう。私まだ普通に街ちょっと裏つく予定やったんやけど。シルビアが再び仲間に加わった。あ、この町に入った時点で一旦抜け取ったんかな、仲間から。ん、違うか、この町に着く前から抜け取ったんやっけ。先に行くわみたいなこと言ってけん。そういえば私の船なら町を出て東の浜辺に置いてあるの。今まで通り自由に乗っていいわよ。あ、助かる。船があればこれまで行けなかった場所に行けるようになるな。引き続き仲間を探し、ラムダを目指そう。次は早速船がいるところってことかな。こういう会話があるってことは、そうだわ、アイナちゃん、これあなたの落とし物でしょ。今のうちに渡しておくわね。お、アイナは馬指のベルを手に入れた。ヨダスケパレードをしていた時に偶然そのベルを見つけて拾ったのよ。これも運命的な再会ってやつね。覚えているとは思うけど、町や洞窟の外でそのベルを鳴らせばすぐに前を駆けつけてくれるわよ。あ、じゃああれか、もう常設されとるベルのとこまで行く必要がないってことやね。それじゃあ改めて私の船に乗って仲間のみんなを探しつつ聖地ラムダを目指しましょう。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。